こんにちは、坂太郎です。期間限定カラムーチョ京都祇園の火、こんなのが出てました。日本一辛い黄金一味が使われてるカラムーチョだそうです。東西辛さ対決、二つ目の辛さ、お目見えじゃ。京都祇園ソードスエ、京都と聞いて頭に浮かぶ曲、皆さんありますか？私これしかありません。京都大原三千年って、まだこれ三千年って言ってる人がいるらしいですよ。皆さんはないと思うんですが、ちなみに作詞 A 六助さん、作曲イズムタクさんの最強コンビの女一人という曲、京都大原三千年、あ、三千院、これね、京都祇園の火を食べてみたいと思います。最近祇園にね行ってないですね。祇園行ってますか？ドンと、ほほー、香りはひひー。それではいただきます。あ、これ見た目が辛そうじゃない、見た目が辛そうじゃないのに辛、全然辛くない、普通のカラムーチョだと思って、食べると思います。これ食べた瞬間びっくり。ヒート、今日は京都祇園のカラムーチョ期間限定をご紹介いたしました。それでは、京都大原三千年。